今日は楽な姿勢で座って始めましょう。両足をマットに、右足、左足、どちらが前になっても構いません。しっかりと重心を地球に根ざわすように感じたら、背筋をまっすぐに高く、そこから大きく息を吸いながら両腕を上げて、目線も手の方へ。吐いてゆっくりと前屈です。まずは肘をついて、頭のてっぺんを尾低骨から遠くするように、ゆっくりと腕を伸ばして、頭の重さを重力に任せましょう。鼻から深い呼吸を続けて、一つ一つの呼吸が背骨にスペースを作っていくように、ふんわりと感じましょう。もう一つ大きな呼吸です。次の吸う息が来たら、ゆっくりと背中を丸めて起き上がってきて、頭を高く、左手を左の体の横側に置きます。吸いながら右腕を高く上げて、背筋を持ち上げて、吐いて左へ側屈。そのまま指先を遠くにしながら、両腕で円を描くようにして、反対側から回ってきて、左手を上、吐いて右へ側屈。サイドストレッチ。そのまま円を描くように遠くを反っていって、もう一度右手を上、吐いてお体横に倒して、そのまま円を描いて、ラスト反対側です。左手を高く、吐いて横へストレッチしてから、円を描くように遠くを反っていったら、ゆっくりと中央から起き上がってきて座ります。両手を胸の前で合わせて、少し意識を内側へ向けるような時間を持ちましょう。今日の呼吸の状態、今日の体の様子、そして気分、心の内をよぎる思考など、さまざまなものがある中で、今日、今、この時間はそのまんまで大丈夫。そのまんまを認めてあげるように確認したら、ゆっくりと目を開いて、マットの前の方で足を揃えて立ちましょう。息を吸いながら両腕を高く持ち上げて、目線も手の親指、吐いて最初の立位前屈です。無理する必要はないので、頭の重さをだらんと重力に任せましょう。吸いながら頭のてっぺんを遠くして、半分まで起き上がります。吐いてもう一度空っぽになるところで頭を下、足裏から根を張るようにして、吸いながら両腕を高く伸ばして、目線も手の方へ。吐いて腕を下ろします。もう一度同じ動きです。吸いながら手を上げて、一つの呼吸に一つの動作です。吐いてゆっくりと、自分の体にちょうどいい程度で十分です。前屈です。吸いながら顔を上げて、目線も上げて、
吐いて頭を下ろして吐き切りましょう。吸いながら上まで起き上がって吐いて手を下ろします。そこから大きく一歩、左足を後ろに下げて、足を平行にするように一度横へ向いたら御殿星です。大きく腕を開いて広げて、そこから右足をもう一度前方へ向けてシフトして、後ろの足、左足は斜め45度内側です。吐く息のタイミングで右手を右足の方へ倒していって、トリコーナーサナ、三角形のポーズに入ります。手の位置はすね、足首、または足の親指、自分にとって心地のいいところでいいです。なるべく胸を上、空の方へ開くようにして、深く均等な鼻呼吸を心がけましょう。吸いながら起き上がってきたら、足をシフトして反対側に入ります。吐く息で左手を左足の方へ。自分にとって心地のいい高さで取ったなら、胸を開いて、今度は右手の指先を一番空へ近づけるようにして、目線も上の手の方へ送って均等な呼吸です。吸う力で起き上がってきたら、もう一度両足を平行にするように中央へ向けて、御殿星の位置から、吐きながら一度手を腰へ。このままゆっくりと前屈していきます。手をマットの方へついたなら、一度吸う息で頭を上げて、背骨を遠くへ持ち上げて、お腹を柔らかくします。吐きながらゆっくりと頭のてっぺんをマットの方へ下ろします。足を大きく開いた前屈です。この体勢は個人差が大きく出るところでもあるので、ご自身にとって十分なところで結構です。両足を強く保つように心がけましょう。吸う息が来たら頭を上げて、吐きながらゆっくりと手を前方へ歩いていって、上半身で下を向いた犬のポーズ、ダウンドッグのような姿勢を作ります。ここから軽く左の膝を曲げたら、右手で左の足首の外側をつかみに行って、できる方はそこからゆっくりと足を伸ばしながら、背骨を軽くひねるツイストです。目線は自然な位置か、あるいは空の方を向ける方は上の方を見てみましょう。吐きながら中央へ戻ってきたら反対側です。右膝を軽く曲げて、左手で右足の外側、足首の外側をつかみに行ったらツイストです。ゆっくりと膝を伸ばして呼吸します。手を離したら一度中央へ。ゆっくりと手で今度はまた歩いて戻ってきたら、足をジャンプするようにして膝をつきましょう。膝の幅は骨盤幅ぐらいで、手を腰に当てます。大きく右足を横に一歩開いて、両腕も横に、パリガーサナ、門のポーズに入ります。右手で右足のすねの方、あるいは届くところをつかんで側屈します。左手を遠くへ伸ばすようにして、できる方は目線も空の方へ。深い呼吸です。吸いながら起き上がってきて、反対側です。左手をマットについて、大きく体の横側を伸ばします。右足の外側から右手の指先までを一直線に感じるようにしっかりと伸ばして、吸いながら起き上がってきたら吐いてリリース。足を戻します。反対側です。左足を大きく一歩横へ、両腕を開いて、左手を左足に添えて側屈します。右足でしっかりと根を張るように強く感じてあげて、
肋骨を骨盤から遠くなるようにスペースを作っていきます。吸いながら起き上がって、吐きながら反対側です。右手をマットへ、そして左足の横側から左手の指先まで遠くに感じましょう。吸いながら起き上がったら吐いてリリースです。足を戻して、そのままかかとの上に座りましょう。膝を大きく開いて、今度は右手を背中の後ろへ、吸いながら左手を上から回して、胸を開くようにして骨盤を持ち上げてリフトします。吐いてリリースしたら円を大きく描くように反対側へ持ってきて、左手を背中の後ろへついて胸と骨盤をリフトします。吐いてもう一周しましょう。遠くへ円を描いて、右手をついて足を強くしてリフトして持ち上げます。吐いてリリースして、遠くを反っていくようにして、左手をついて胸を開いて骨盤を高く持ち上げます。吐いてゆっくりと中央へ戻ってきたら、吸いながら起き上がって、そのまま体を横にシフトしたら、尾てい骨を内側へ持ってきてカウンターバランスです。足指を下へ、そこから膝を持ち上げて下を向いた犬のポーズ、ダウンドッグです。足は平行にして骨盤幅程度です。目線はおへその方向を眺めるようにして、首の後ろをリラックス。深い呼吸で背骨をストレッチしていきます。かかとがつかない方、膝が曲がってしまう方、できるところまでで十分です。しっかりと手を使って肩を強くしたまま、今日はここから左足を大きく持ち上げて、まずはかかとをプッシュ、そこから足先まで伸ばして、膝を曲げたら足を体の反対側へ持っていくようにして、骨盤の前側、腸腰筋のストレッチです。ゆっくりと吸いながらリリースして、戻ってきたら吐きながら、そのまま鳩のポーズに入ります。後ろの足を伸ばして、この体勢では前足の足首の位置を、硬い方は体の近くへ、柔らかい方は一歩遠ざけるようにしてあげるといいです。吸いながら胸を開いてから、吐いてまずは肘の方へ、頭のてっぺんを遠くするようにスペースを作ったら、余裕がある方はゆっくりと頭を下ろしていきましょう。肘で十分という方はその位置で、そのまんまでいいです。ご自身にとってちょうどいい程度のところで、自分の均等呼吸を心がけましょう。無理のない練習をしましょう。吸いながら体を起こしてきたら、後ろ足のつま先を下に入れて持ち上げて、吐いてダウンドッグです。もう一度しっかりと背筋を伸ばして、腕肩でベースを作ったら、今度は反対側の足です。右足を持ち上げて、かかとからしっかりプッシュして、つま先まで伸ばしたら、膝を曲げて体の外側へ、反対側へ足の重さを感じて、骨盤の前側のストレッチです。吸いながらゆっくり戻してきて、吐きながら足を前方へキックするように、後ろ足のつま先を伸ばして、一度大きく胸を開いて、吐く息に合わせてゆっくりと肘を使って、できる方は腕を伸ばすようにして、頭のてっぺんを尾てい骨から遠くして、呼吸を流しましょう。自分の呼吸です。
吸う息に合わせて起き上がってきたら、今度は後ろ足を前の方へ伸ばして、ゆっくりと体を横にします。少し腰周りのストレッチを、バランスを取るように膝を曲げてぎゅっと抱きしめてあげましょう。緩めてあげます。膝を少し離していてもいいでしょう。そこから両足を伸ばして、直角にするように足を強く保ちましょう。両腕を頭の上へついて、体の中心軸、丹田の位置から集中して、吐く息でゆっくりと足をマットギリギリのところまで下ろしてきて、吸う息で下腹部に集中したままゆっくりと足を持ち上げます。直角まで。きつい方は少し膝を緩めてやりましょう。吐く息でゆっくり下腹部からコントロールして、コアを引き締めていきます。吸いながらゆっくりゆっくり時間をかけて持ち上げます。ラスト1回です。吐く息、手の指先の方まで使って感じていて、ギリギリでストップ。吸いながらゆっくりとコントロールして持ち上げて、上まで来たら膝を曲げてもう一度抱きしめてあげましょう。膝を少し離していてもいいです。ここから右膝をつかんだまま左足を伸ばします。曲げている方の足を左側へ持っていって、右腕を大きく遠く横へ伸ばして、目線も右手の方へ。下腹部、お腹周り、胸の方まで柔らかくリリースするように呼吸を流してあげましょう。吸う息で中央へ戻ってきて、吐いて足を離します。反対側です。左足を抱きしめて、左足を右サイドへ持っていって、今度は左手を横へ伸ばして、目線も左手の方を眺めます。お腹周り、深いところまで柔らかく、緊張が残っていないか確かめていきましょう。自分の呼吸一つ一つで和らげていきます。吸いながら中央へ戻ってきたら、吐いてその足を手放して、少し体をリリースするようにリラックスして緩めて、最後のシャバーサナーに入りましょう。休息です。足幅は骨盤より広いぐらいで、手のひらを空の方へ向けて開いて、全身の力を完全に抜きます。一度足のつま先から全身をスキャンするように、頭のてっぺんまで確認して、少しでも緊張やこわばりが残っているところは脱力して、吐く息とともにリリースして流していきます。目の奥の方の力を抜いて、全身全細胞の意識を重力に委ねるように完全に手放します。
今は何にもすることのない休息の時間です。そしてこのスペースを設けることで、全身全細胞の流れが良くなり、自然治癒力が高まるように、リラックスすることがいかに大切かを深く知った上で手放します。呼吸も意識も最後は完全に手放します。このまま好きなだけ休んでいてもいいです。ゆっくりと目覚めるときは、意識をつま先の先の方まで送り届けて、その意識と体がぴったり協力し合って、少しずつわずかに丁寧に動いていく感覚を新しく、完全に新しく味わいましょう。その意識を指の先まで届けたら、意識と指先一つ一つの動きがピタッと一致して、完全に新しく目覚める感覚を味わいましょう。ゆっくりゆっくりとその意識をもう一度お体全体へ送り届けたら、優しく膝を曲げてお体を横に倒します。一度空っぽな静けさ、それを味わったところから、次に選ぶ思考、次に抱く感情、何一つ古いものを選ばなくてもいい、完全に新しくなるチャンスを自分に与えてみましょう。準備ができたら、ゆっくりと手を使ってお体を起こしてきます。右手と左手を胸の前で合わせて、